おはようございます。おいおいおい、3月終わるんですけど、おいおい、また雪が降ってしまいました。今年はやっぱり雪が多い。絶対雪多い。季節によってはもう3月の終わりの時点で地面が見える時もあります、畑のね。いやー、大丈夫かな今年。ココラコライフ。今の世の中、テレビのニュースだと、いやテレビ見てないから分かんないんですけど、多分全然違うことが報道されてるんでしょうね。人の争いとか、病気がどうたらとか、異常気象とか、気候変動とか、普段の生活でただ物を買ってるだけだとあんまり意識しないでしょうね。せいぜい物価が高くなったとか、当たり前のように生かされている。感謝しなきゃいけないよ。眩しくて何も見えない。吹き溜まりはできていないようじゃな。みんなどう？おはよう。すごい雪ですよ。もうみんな大丈夫かい？どいて。寒いでしょう。どいて。水倒れちゃったんだね。どうした？おやおや、なんか随分変わったところで卵を産み始めたね。おいで。なんで16万がこんなところにいるんだ。なんでだっけ。こらこらこら、いじめちゃダメだずら。16番どこ行った。お前こっち。お前も大変だったね。そんなに怪我はしてないか。まったくゆりちゃんはちょっと逃げ出す癖があるからね、混ざっちゃうのね。ほれ、おい、お待たせ、おい、おい、おい、こっち、はい、こっち、こっちも、おい、こっち、こっち。その雪は食べちゃダメ。暖かくなってきたからな。皆さんちょっとはしゃいじゃって。お待たせ。おり、おりおりおり、おり、おり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 おりおり、おりおりおり、おりおり。18番。またなんか紛れ込んでるね。なんで混ざっちゃったんだろうね。そこわかんないね。おり。おり。こっちは喧嘩してないから、まあ大丈夫だったかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,80羽か。まあいいだろう。